ただきありがとうございます。新山トランペットラボラトリーでございます。はい、というわけで今日の動画のテーマなんですけれども、コメントいただきました。ですね、今日のテーマは早いフレーズの演奏テクニックということで、はい、まあ早い動きで、はい、トランペットの指がね、こういう風にまあ早く動く曲ってたくさんあるじゃないですか。はい、でこの指を早く動かすのはいいんですよ。まあこれはこれで練習していただければいいんですけど、こんな感じでね。で実際だからこの指の感じとこの口の感じが一緒になってないと、まあ、うまくできないんですよ。だからもうこれが答えなんですけど、まあ、開始早々1分で結論を言ってしまったんですけど指のタイミングと唇のタイミングを合わせるためにはどういう練習をした方がいいのか、でその結果、早いフレーズの演奏テクニックにもつながります。はい、あとはタンギングなのかスラーなのかリップスラーなのかとか、まあそういう双方的な話にもなってくるんですけど、とりあえずまずはまあドレミファソラシド、はい、皆さん大好きドレミファソラシド、はい、ドレミファソラシド、これをちょっと例えばちょっと早くやる、はい、まあこれを例えば早くやるとしてですよ、はい、例えばですよ、まあ、他にもいろんなあれがあると思うんですけれども、曲によって違うと思うんですけど、例えばじゃあこれっていうことですね。はい、でドレミファソラシド、はい、どういう風に練習した方がいいかというと、まずはゆっくり練習してください。もうこれね、絶対そうなんですよ。絶対できないものはゆっくりやるしかないんですよ。早くやってできないものはもうゆっくりしてください、必ず。でゆっくりしてそれでもダメだったらもっとゆっくりにするっていう風に、まずはゆっくり練習して、それをどん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 精度を上げていきながら速度を上げていくっていう感じで、いきなり速いのは無理なので、まずはゆっくりからっていうのはもう絶対徹底してください。皆さんもうこれが答えなんですよ。だからもう動画終わりにしてもいいんですけれども、まあなぜやんなきゃいけないかとか、具体的にどういう練習した方がいいかっていうのもちゃんとまあお伝えをしていきます、この後。はい、でまずドラミファソラシド、指だけでいいです。はい、ドラミファソラシド、はい、でこの押し方も皆さんちょっといろいろあるんですけど、このピストンの押し方が、僕はねこの第二関節のあたりで押すんですよ。こうやってこの方が見やすいかな、こんな感じで僕は押してます。はい、で一応なんかトランペットの一般的な一般的なトランペットの正しい押し方って、まあ、持ち方とかもたくさんあるんですけど、まあ、第一関節でねこういう風に押す、これが一応、まあ、一般的な正しい押し方としてされてます。はい、ただ僕の場合はちょっとこう中に入れて押してます。でこれはどっちも正解なんです。どっちも正解だから別にどっちが間違ってるわけじゃないんですけど、ただ一般的にはこういう風に教わるんですけど、まあ、僕はこんな感じで押してますと。でこれもね理由があるんです。まあ、それはなぜかというと、基本的に早く動かすときにここのこういう風に動くじゃないですか。だからこういう、皆さんこう縦からこうにこうに見た時こういう風にね見た時に、ここよりもここの方が早くないですか、当たるのが。ここまで下ろさないと当たらない。だけどここだったらほら45度ぐらいで当たるじゃないですか、こうね手にね。はい、だからまあこのピストンも一緒で、こうにやすぎに見にくいな、こうになるよりもここで押した方が早いんですよ。なんかテコの原理、テコの原理じゃない、なんだこれ、テコの原理みたいな感じ、わかります。遠くよりもこう近くで押した方が、まあ、早い、押しやすいっていうね、力も入れやすいってとこで、はい。という、まあ、理由でね、やってるのも一つなんですけれども、で、あとは、さっき、まあ、もう話が戻りますけど、こうにゆっくり動かすときに、あんまりこうに、手をね、上げすぎない方がいいです。これ要するに、このピストンを押すまでも、この時間って無駄なんですよ。これって別に音変わんないじゃないですか。実際音が変わるのって、こう、押してからじゃないですか。だから、なるべく、この手の第二関節はここにくっつけとく、もうノリでここに貼り付けとく感じ、もうノリで貼り付けといて、もうこの範囲しか動かさないイメージ。なんかねこんな感じでこういう風になんかかなり遠くからこういう風に押してる人がいるんですけど、まずこれ押し方ちょっと皆さんチェックしてみてください。あんまりこう遠くから押さないように、必ず近くから下ろす。はい、もう結局ピストンってこの範囲だけなんでね、はい、これ以上これは無駄なんで、ここの範囲の力は。はい、でそれが1個目で、2個目なんですけど、まあドレミファソラシドっていう風に今やりましたけど、このドレミファソラシドの中で動かしにくい部分っていうのが必ず存在すると思います。早く動かせないのは。まあ、例えばドレミファソラシドだったら、おそらく皆さんが突っかかるポイントを言って、このレからミに行くタイミングだと思うんですよね。
逆に下がってきてレーミードミーレードミーレードとかドレミレードレミレードレミレード、これ結構難しいんですよ。要するにこの薬指をね使うところが難しいっていう感じなんですけど、この薬指を3番指が関与してくると結構動かしにくいわけですよね。だから特に重点的に動かしにくいところってのはまず練習してください。だからドレミレドレミレド、はい、ドレミレドとかそこら辺を重点的に練習します。はい、でそれができたら今度さらに上の音上がっていきましょう。じゃあはい、で今度はここからポイントなんですけど、ソから上に上がっていく時ってこの2本しか使わないじゃないですか。とかっていうふうに、まあ、例えばじゃあこのドシドシドシ、多分ここら辺は早くできる人いっぱいいると思うんですよ。このドレミレド低い、これに対してどっちが早く動かせるかって言ったら、この薬指を関与してないこの人差し指と中指の方がおそらく動かしやすいんですよね、絶対。で動かしやすい指って逆に早く動かしすぎちゃうんですよ。早く動かしすぎちゃうがゆえに唇が合っていかないんですよね。だから指がちゃんと言うこと聞かない部分と逆に早く行き過ぎちゃう部分っていうのを両方ちゃんと調整して真ん中にキュッて押さえる練習が必要なわけですよ。だからその2つをしっかり理解した上でゆっくりから練習していってほしいわけですよ。ただゆっくり練習するのはもちろん絶対なんですけど、ゆっくり練習するのはもう当たり前なんでね、もう誰しもが言ってると思うんですよ。ただゆっくり練習しながらプラスアルファ意識してほしいところというのが、動かしにくいところ、逆に動かしやすくて早くいっちゃうところを重点的にやっていく。そして全部が同じ速度でできるように、っていう風にやっていく。ゆっくりからね、はい、唇のタイミング、実際口で出てる音と指のタイミングっていうのをしっかり合わせていきます。でこれは今スラーでやりましたので、これが例えばタンギングになるとタタタタタタタってシングルタンギングってねやりましたけど、これが例えばダブルになると、まあ、かなり難しくなってきますね。だから曲によってはこういうね曲フレーズも出てくる可能性がありますので、ただこれも基本的には全部一緒なんですよ。唇のタイミングと指を合わせにいくっていう練習をしてみてください。で唇自体がちゃんと振動しなくてできないパターンの人もいれば、指が合ってないパターンの人もいたし、いろいろ段階によっても違うと思うんですけど、まずは唇自体にトランペットを吹く上で、まずは余裕に鳴らすっていう、これ他の動画でも何回も言ってるんですけど、まずはトランペットを少しでも余裕に鳴らすっていうステップを超えないとなかなか難しいんですよ、その先にやろうとすると。だからまずは少しでもトランペットを楽に鳴らすっていうステップをやった上でやってほしいんですよね。だから単純になんかもう音を出すのが辛いって方は、僕の別の動画も出してますので、音を楽に出す方法とか、まあ、いろんな動画出してますので、まあ、そこら辺もちょっと見て参考にしていただければなと思うんですけど、まあ、今日に関してはね、そこら辺はまあ一応クリアしていて、ある程度は、はい、その上で、フィンガリング、はい、指のね速いフレーズがちょっと苦手だなっていう人が、もしかしたら見ていただいている方が大多数かなと思いますので、まあ、そういった方に向けて、はい、発信させていただきました。はい、なかなかね一筋縄ではいかないと思うんですけれども、まあ、いろんなフレーズによってもね、跳躍が起こったりとか、例えば跳躍があるフレーズだったりとか、あとはリップスラーが入ってるね曲だったりとか、はい、まあ手の動きだけじゃないかもしれないんですよね、速い動きっていうのはね、うん、まあ大体この3番指フィンガリング、この指の動かし方に関してはこの3番指をきっかけに結構動かしにくくなってる方が多いなって印象だったので、まあ今日はそこら辺にフォーカスして解説いたしました。はい、少しでも参考になれば幸いです。というわけでまた別の動画でお会いいたしましょう。動画をご視聴いただきありがとうございました。ほっ。